NHK が開発している仮想対決カメラシステムは、アルペンスキーなど主にタイムトライアル系のスポーツにおいて、異なる組に出場する2選手を 50% ずつ合成して仮想的に対決している様子を映し出すことができる放送システムです。こういったタイムトライアルの競技、結果として結局 0. 何秒違いましたということでしか分からなかったものが、実際に対決させることによって距離の差ではこれぐらいになっていたかいたとかいうことがまず確認できるようになったことと、あとこういった対決している滑る軌跡ですね、コース取りですとか、あと旗門への入り方とか、そういうところの違いを目で確認できると。これは株式会社ビュープラスと共同開発しているもので、ハイビジョンの4倍以上の画素で撮影できる 4K カメラと、繰り返し同じカメラワークを行う自動運台とを組み合わせることで実現しています。最初一人の選手が滑った時に、カメラマンがその選手を追いかけて撮影します。でその時のこの運台を操作した情報がパソコン上に残りますので、2番目3番目の選手の時にはその情報をもとに繰り返し同じ動きをさせてやって撮影をします。そうすることによって、それぞれの選手の映像を重ねるだけで、このようにあたかも対決しているかのような映像を作り出すことができるシステムになっています。4K カメラで収録しているので、ハイビジョンで放送する場合、面積比で4分の1まで精細さを失わずに切り出すことができます。これを利用することで、ワイドに撮影しておいて、後から画面を切り出してカメラワークを作り出すことが可能です。例えばこれタイム差がちょっとついてしまった場合、同じフレームに入らない可能性があるんですけど、 4K のカメラで撮ってやって、後で切り出しのサイズを決めることによって、そういったフレームアウトしてしまうということが、なるべく防ぐということができるというところがメリットになっています。極端な話、この斜面ですと全体がもう入ってしまうぐらいワイドに撮れますので、そうしますともうカメラマンが行かなくても全体だけ撮っておいてくれと、であとはサイズとかそういったカメラワーク的なところは、これを見ながらカメラマンが決めるというようなこともできます。画像処理の部分の負担がかなり軽くなっていますので、実際に今滑っている選手と前滑っている選手の合成映像というものが3秒遅れでできますので、生放送なんかで持っていってもリプレイでじゃあ今の選手の滑りを比較してみましょうということがその場でできるシステムになっています。夏のオリンピックですとちょっと時期的にもう期間がないので、その次の冬のオリンピックあたりで使っていただけたら、ありがたいなとは思っています。